ノバウィッチワンターということで、ワカナルートシャープ2、じゃあ早速コンティニューやっていこう。いやー、昨日は悪かったな。突然練習を休みにしちゃって。もうあと1日ぐらい休んでもいいんだぞ、カイドウ。で、こっちは若菜さんとイチャイチャするからってね。もうパーティーまで時間がないんだよな。じゃあ続きの方見ていきましょう。ん？ああ、別に気にしないでいいぞ。それよりも、用事の方はもういいのか？お、もういい。今日はまた練習をやるぞ。むしろ昨日の分を取り返すぐらい集中してやるぞ。その意気込みはいいけど、別に昨日もサボったわけじゃないぞ。カリアと一緒に練習したからな。そう、イチャイチャしてたぞ。二人で？うん。あ、でもさ、なんか、シュージ君と若菜さんが共通、ま、選択肢シーンとかはあるけど、共通で二人きりって結構珍しかったのか。わざわざというか。ああ、リズムの方はスマホのアプリを使って。で、どうだった？練習の成果は。ぼちぼち。カリアに教えてもらって、結構弾ける箇所も増えたから、カリアの説明がわかりやすくてさ。そうか。じゃあ今日も若菜ちゃんにも付き合ってもらった方がいいかな。何そのテンションの低いソーカーは。ちょっと考えた感じか。そうしたいのは山々だけど、カリアは今日バイトだぞ。よく知ってたな。ああ、話してたのかな。今日も教えてもらおうと思ってもう話をしたからな。ライブのためにバイトの回数を減らしてはくれてるみたいなんだけど、店の都合で抜けられない日もあるらしい。ああ、まあ相馬さんもね、いろいろあるわな。そうか。まあ急な話だったからな。バイトありきのスケジュールで組まれてるのに、いきなり休ませてくださいって言ってもな。でもさ、シュバルツカってなんだかんだやっぱ忙しい時間というか、まあ時期あるんだな。なんかのほほんとやってんのかなと思ったけど、特にカリアの働いている店って従業員はカリアだけだからな。そうなの？え、知らなかったんだけど、そうなの？え、他にいないの？そうなんだ。何のバイトをしてるんだっけ？喫茶店のアルバイトだよ。ちなみに、ん？ちなみに、なんだよ。制服姿がむちゃくちゃ可愛いって言いたいの？いや、なんでもない。なんだよ。え、なに？店長は猫だぞ、みたいな。危うく、カリアが可愛らしい制服で働いていると口を滑らせるところだった。あ、でもさ、その制服見たらさ、このカイドはなんて言うんだろうな。おーってなんのかな。このこと言ったらカリアはかなり怒るだろうな。バンドの練習が詰まっているこのタイミングで怒らせるのはまずい。もう一度怒らせてるけどね。一応バイト終わりに少し教えてもらう約束はしてるんだ。そうなのか。けど手を抜かず、放課後はスタジオで練習な。わかってるよ、ちゃんとやる。どれだけやっても時間が余ることはないだろうからな。慢心しないのはいいことだ。じゃ、いつも通りな。しかし、ドラムの練習にいちいちスタジオ使わないといけないのは結構痛いな。ああ、そこら辺は仕方ないだろう。周りに迷惑にならず、ドラムを思いっきり叩ける場所なんて限られてるんだから。まあ、でも確かにそうだよね。ドラムってさ、やっぱ練習しづらいよね。なんかどっかにガレージをさ、なんかその、音楽系アニメとかさ、どっかなんかこう、金持ちの人がいて、そこのガレージとかに、なんか作ってさ、叩くみたいなね。もうそういうもん、なんか豪邸があるの前提みたいな感じだったりするけど。もう大体スタジオだもんな。この学院の音楽室にしたって、窓や扉は普通だから防音も中途半端だしな。そうなんだ。まあな。そもそもドラムを、一回一回セットするのが面倒だ。スタジオ代については、俺もできる限り負担するから。マジ助かる。お金はな、しゃあないな。そういえば本番はドラムどうするんだ。俺のを持ってくるよ。知り合いに頼んで車出してもらって。すごいな、もう家にあるんだね。迷惑をかけるな。この程度、最初から織り込み済みだ。迷惑って言うなら本番で大失敗する方が迷惑だから、お前はひたすら練習してろ。いや、でもこういうね、ひたすらにやっぱ前向きなところいいよね。いや、もうなんか辛いことあるかもしんないけど、やっぱ明るくしてくれるみたいな。やっぱこういうタイプがいるとな。やっぱその、人間関係良くなるよな。ああ、わかってる。まあでも、カイドウに嫌なことを押し付けることが多くなりそうで、なんか嫌だな。それもそれで。おー、
確かに上手くなってるな。ちょっと驚いた。やっぱり自信って重要なのかも。自信は重要だな。ただしおごるのは間違いだから、そこを勘違いするなよ。分かってる。じゃ、今日はそろそろ上がるか。ランプも光ってるしな。そうだな。ランプで知らせんのか時間を。俺やったことないから分かんないんだよ。お疲れ。こういうスタジオとかさ入ったことないんで。お疲れさん。じゃあ俺はこのまま帰るわ。俺はカリアのところに行って練習だ。練習を熱心にするのはいいけど、指は大切にな。ひどい状態になったら練習どころじゃなくなるんだから。まあね、分かってる。ちゃんとケアは心がけてるから。爪の形や赤くなったところには軟膏を塗ったり、あとついでに保湿にも気を使っている。あ、てかさ、あのねねさんの選択肢ってあれもう終わったんだっけ。なんだったっけ、痛いの痛いの飛んでけみたいなやつあれ、このルートだとそのパターンないの。まさか選択肢この後ね何もないんですよちなみにそう、若菜さんの選択肢だけちょっと早めなんですよね。早めで切れてんの。ちょっと面倒だけど、これぐらいはしておかないとな。今日の復習忘れるなよ。ああ分かってる。お前の方こそ怪我するなよ。ドラムは両腕に加えて足も使うんだから。おうよ。じゃあまた明日な。またな。軽く手を挙げて俺はカイドウと別れる。さてと、それじゃあ今からシュバルツカッツェに。あ、その前に父さんに連絡入れておこう。今日の帰りはいつもより遅くなるから、夕食はできれば食べてきてほしいって。そうだ、あと本屋にも寄ってから行こう。おお、勉強熱心だな。お、買いたい本があるんだった。買いたい本、ベースじゃなくて、なんかベース系のやつじゃなく。お、もう閉まってる。中は明るいけど扉にはクローズドの看板。店を閉める時間ってこんなに早かったっけ。まあでもさ、相馬さんなんだかんださ、もう今日はここら辺で閉めちゃうみたいなさ結構あるよねなんかこうねねさんとかの用事とかで、なんか誰かしらこう知り合いが来るとかでさ。というか入って大丈夫かな。ちょっとためらいながら店の扉をノックする。はーい。お、若菜さんか。おー、なんだ星名じゃん。ノックなんてするから誰かと思ったよ。クローズドってかかってるかな。大丈夫、入っていいよ。入っていいんだな。ちょっと待ってて、5分ぐらいで掃除が終わるからカウンターの方に座って待ってて。分かった。カリアは床をモップで磨いている。まあ掃除とかね大事だもんな。一人きりで店の中に相馬さんの姿は見当たらない。もう手伝おうぜなんかもう金いらねえから手伝いたくなっちゃうなんか女の子がこう一人で頑張ってるとさまあでもそれはその仕事してる人に失礼みたいなことになるのかな。今日相馬さんはなんかコーヒー豆とか紅茶の茶葉の入荷でお世話になってる人との用事があるんだって。すごいよね、猫が、猫がさなんか入荷でお世話になってるだの、あの会計がどうだのすごいな。なんか猫を蔑むつもりはないけどさ猫がここまでできんの単純にすげえよな。いつもはこういう時お店を夕方ぐらいで閉めてるらしいんだけどね、今日は私がいるから夜まで開けて後片付けを任されたわけ。俺も手伝おうか。いいって、本当に5分ぐらいで終わるから手伝ってもらうほどのことはもうないから。いやでもさ、制服若菜さんとイチャイチャできんのかなさすがに。でもこれさ、相馬さんが許すかどうかになってくるけどね。なんかこういう制服姿があるってことは例のシーンでワンチャンみたいなところちょっと期待しちゃうけどな。そうか。あ、コーヒー入れようか。いいよ、今日はコーヒーじゃなくて練習のために来たんだから。まあけど相馬さんがいないのに店で練習していいのかな。ご近所迷惑にならない程度で夜遅くならなければいいってさでもどうやっても近所迷惑になりそうだよね。そうか。まあカリアの帰宅もあるからそう遅くまではどうせできない。さてと、あとは裏の方をちょちょっと片付けて裏の掃除をしてくるから何かあったら呼んでね。わかった。カリアはモップを手にしたまま奥に向かう。
店の中に一人になった俺はカバンから買ったばかりの本を取り出す。猿でも弾けるベース入門というタイトルの本。なんなのその猿でも弾けるわそのさあのタイトルのインパクト強すぎない？ちょっと猿でも弾けるとかで、なかなかでも書店ないよね、こういうのありそうで。俺みたいな素人が本なんて買ってもわからないだろうと思ってたけど、昨日のカリアの説明はとてもわかりやすかった。あー、だから自分でも買ってみようってことか。だからきっとこの本なら俺でもわかるはず。今は基礎ぐらいならある程度できるようになってるしな。じっくり読むのは後にして、まずは斜め読み。なるほど、未経験者用の本なんだろう。俺みたいな初心者にもかなりわかりやすい。まあ猿でもわかるんだろうからな。けど、わかりやすさで言うと、やっぱりカリアの説明の方がわかりやすかった。おう。あとは、こんな活字よりね、かわいい若菜さんの声で聞いた方がいいわな。あれはこの本と、カリアの経験があってこその説明だったんだろうな。やっぱり、本だけ見て上達するってことはないんだろう。けど、一人で練習するときには結構役に立ちそうかも。今まで急いでごまかしてきた、もうダメだね。もうお口トロトロになってきちゃった、もう疲れで。してた部分とか、教えてもらった部分の復習とか。昨日、カリアから教えてもらったことを本を見ながら改めて頭の中でイメージプレイ。そんなことをしながら時間を潰していると、掃除を終えたカリアが小走りでこちらに戻ってきた。やー、お待たせ。やっと片付けも終わった。ん？なんで星名がその本を、返してよ。いや、これ買ったのよ。わかんないさん、これ買ったのよ。修二くんが。ん？あ、ちょっと待て、落ち着け。これはカリアの本じゃなくて。顔を赤くして俺の方に駆け寄ってくる。慌てた様子で腕を伸ばすカリア。あ、これは、ラッキースケベ展開が来ると予想する。だが、慌てていたせいでバランスを崩したのか、足をつまずかせて、やったやったぞ、みんな。どうなる？どうなる？カリア！うわー！何？どうなった？一枚やかも。そのまま正面衝突して、俺は椅子から転げ落ちてしまった。転げ落ちて、で、カリアさんが乗っかる形になるのかな？いいね。いった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 。はい。あれ？ないの？カリア、大丈夫か？たぶん。星名の方こそ大丈夫？多分、というか今、何が起きたのか。椅子から転がり落ちたのは分かってるんだけど、実際にどういう動きで落ちたのか分からないぐらい回転したぞ。どういうこと？回転した？椅子から落ちるんだったら回転しない、半回転ぐらいで終わるよな。なんで回転すんの？どういうこと？というか、カリアの方こそ本当に大丈夫か？俺は男だし、丈夫だからいいけど。特に痛いっていうほどのところは。あれ、これ大丈夫か？俺も別に。けど、あれ？なんか、指に違和感が、お！これは、皆さん、ちょっと俺ワクワクしちゃってるな。指？指を怪我したの？本当にごめん。ね？若菜さん。修二くんの指が今若菜さんのどこに当たってるのかななんつってな。あ。いや、近っ。いや、手もそうなんだけど、近っ。めちゃめちゃ近いじゃん。もうそのまま抱きしめちゃおうぜ、もう。近いとかいうレベルじゃねえな、これ。え、もうさ、抱きしめちゃおうぜ。で今ね、スカートっていうか、まあ、いろいろずり落ちてですね、顔側じゃない、足側の山の方に今、手が回ってますね。はい。足側の山の方の、もうちょっと横側ぐらいのね、ところに、手が行ってます。ただ、さすがに映せないので隠してます。はい。じゃあやっていこう。俺とカリアの視線がぶつかる。そして、時間が凍りついた。ザ・ワールドしてる？そりゃそうだろう。床に倒れた俺、その上に倒れ込んでいるカリア、そして、ね、いろんな肌のいい
柔らかい感触、可愛い若菜さんの顔、制服姿、やるしかないだろこれ。ダメか。ダメか。相馬さんに怒られるな。その距離は近く、迫った可愛い顔、うん、わかる。こんなに近くで女の子の顔を見るなんて初めてのような気がする。若菜さんでも？まあでも改めて見るとって感じか。そんな密着状態なのもかなり緊張するけれど、それ以上に緊張しているのは俺の指の違和感。なるほど。あの、胸の方の丘ではなく、胸って言っちゃった。ね。顔側の方の丘では、あ、丘じゃねえ、山ではなかった。丘、丘はあかんな。妙に暖かくて、柔らかくて、人生初の感触で何かと思ったら、それは、尻だった。うん。すごいストレート。尻だった。妙に熱いと思っていたのは、カリアのお尻。俺の指は今、カリアのパンツに引っかかっており、ローライズもびっくりなぐらいずれてしまっている。そう。どうやったらこういう感じになるのかよくわかんないです。回転して、若菜さんをどうにか傷つけまいとこう、なんか手を伸ばしていろいろとやったんだろうけど、なんかよくわかんないけど、スカートの中に手が入り、下着をずらしながらこう転がってったってこと？どういうことなんこれ。下手すると見えちゃいけないものまで見えちゃいそうなくらい。いやでももう目の前には若菜さんの顔あるんだから、顔だけ見てろ。かわいすぎる。かわいすぎる。そしてやっぱり平気じゃない。うわあ、まあそりゃそうなるわな。いや、パチンじゃないわ。それ、その、パチンって、ほっぺ叩かれたのかなと思ったのさ、パンツをこう戻した時のこの、ゴムの弾きみたいなやつだったの。反射的に指をパンツから抜いた次の瞬間、そんな音が店の中に響いた。女の子のパンツでもパチンとか言うんだ。なんかエロい音だ。うるせえ。とりあえずどうにかしろ、もう。俺がそんなことを思っている間に恥ずかしそうにしていたカリアから一気に、土器が吹き出す。ごめん。本当にわざとじゃなくて。というか、慌てるな。今慌てたりすると危ないって。いろいろと？お前の、舞さんもか？とっさに立ち上がろうとしたカリアだが、俺の足を軽く踏んでバランスを崩す。うわ！え？どうした？え？あ、もうこれは、これ止まんなくなるやつだね。これはちょっと堪能しちゃうやつだね。いいね。これさ、とっさに話そうとするギャルゲもあると思うんだけど、多分このユズソフトさんそういうパターンだと思うんだけど、俺、ここで味わおうとするの結構好き。なんか一瞬味わっちゃうみたいな。まあ、話すわな。これは、初めてもらっちゃったんでしょうか。今度こそ慌てながらも身を起こしたカリア。いやーもうすごいね。偶然に偶然を重ねてもうなんか奇跡だよね。俺もゆっくりと起き上がる。大丈夫か？別のところ起きてないか？今、何かが俺の唇と歯にぶつかった。あ、もうそこまでの勢いだったの？軽い衝撃だったのに、鈍い痛みとビリビリとした電流が頭蓋の奥まで突き抜けたみたいで。今、唇が触れたような。ドキドキしながらカリアの方を確認する。すると、もじもじしながら自分の唇に指を当てて無言。これって、キスだよな。いや、ここまでなる普通。俺は今カリアとキスをしちゃったんだよな。星野。ごめん。ごめんって何が？さっき、ほら、そのパンツに指を。ああ、それね。うん、いいよ。いや、よくないけど。あれは、どちらかというと、突っ込んだ私の責任だから。ああ。というか、パンツとか言うな！思い出させるな！いや、笑うわ。パンツ言うなじゃないのよ、ここで。ごめんなさい。あと、さっきの。これはもうお互いに意識せざるを得ないな。二人して黙り込んでしまう。俺が何を言いたいのか、カリアも悟ったからだろう。この謝罪をどうすべきか、悩んでいるのかもしれない。だって、それを認めるということは、キスしたの、
というのを認めるということだから。そうだな。あの本当にごめんな。もしかして初めてだったか。そういうこと聞くな、バカ。すみません。何のため息だ。いいよ、気にしないで。あんなの不可抗力なんだから。あと責任はやっぱり私にあるしね。まあさっきの失礼な手と合わせてお互い様ってことで、この件はもう忘れちゃおうよ。それがいいと思う。いやでもすごいね、猿でもわかるあの本がこの布石になってたんだな。なんか回り回ってすごいな。そうだな、それがいいかもな。あんまり気にしていると今後のカリアとの付き合いに支障が出そうだ。なんかバンド大丈夫かなって思ってきちゃった。まあ事故なのは確かなんだから。にしてもこの感覚を、え、何今までに感じたことのないような甘み。けどそれは薬っぽくもある。どこか苦い、甘酸っぱい感じではない。苦いんだ。なるほど、苦いか。味わったことがないのでうまく表現できないが、苦い薬を炭酸の抜けたジュースで飲んでいるような。いやいや、そんな経験ねえからわかんないけど。そうなんだ。なんだろうこれ。カリアから伝わる気持ちには違いないんだろうけど、複雑すぎてどういう気持ちなのかよくわからない。悪意ではないか。薬っぽいのは嘘だとしても、この甘みは、甘みなんだろうな。え、何なんでしょうかね、甘みってね。キスを意識してのことなんだろうけど、どういうことなんだろう。あのさ、え、何あれ、どうしたの。あれって、だからさっき読んでた本、ベースの、これか。一緒に床に落とした教本に手を伸ばす。ここに来る前に買ってきたんだよ。カイドウもカリアも用事があった時、こういう本がある方がはかどるかと思って。そうだったんだ。びっくりした、てっきり。あ、いや、なんでもない。なんだ。悪い、正直に言うとカリアのを真似たんだ。真似たって、なんで知ってるの。もうちゃんと正直なんだね、ここは。昨日カバンから本のタイトルが見えてて、あ、けど別にカバン、勝手にカバンを開けたわけじゃないから、隙間からチラッと見えただけだからな。本当に分かってるって。別に星名がそこまでするとは思ってないから。けど、そっか、バレてたのか。悪い、結構わかりやすかったから同じのを買おうと思って。わざとじゃなく見えちゃったんでしょ。別にいいよ。にしても恥ずかしいな。あれだけ大口叩いておいて、実は教本で勉強してたなんて。勉強してたってこと？え、教えるために？そんな恥ずかしがることはないだろう。むしろありがとう。俺のためって考えていいんだよな。まあね、何かアドバイスができればと思って結構勉強したんだ。あ、でも嬉しいよね。あとお父さんがね、お、基本はギターだけど遊びでチラッとベースもやってたって言うから基礎を教えてもらったりね。出た、お父さん。お父さんとかも出てくんのかな。ああ、だから分かりやすかったのか。まあそういうこと。私そんなキャラじゃないのに。もうじゃあキスし、もう一回するかじゃあ。やり直すかじゃあ。キャラってカリアもそういうことを意識したりするのか。そりゃ意識するよ。キャラを作ってるってほどじゃないけど、他の人に見せたくない姿ってあるじゃん。ああ、まああるな、それは確かにな。かけながら努力してるとか親切でおせっかいとか、そんな風に思われたくないの。でもいいじゃん、可愛くて。なんだそれ。笑うな、バカ。そうは言ってもさ、カリアは十分努力する人間だと思ってたから。そうかな。
まあね。自分が欲しいギターのためにバイトをする。まあそれだけでもやっぱ目的意識を持ってそこにね努力しようみたいな、ね、そういうのはあるもんな。それだけでもね、誰に聞かせるわけでもなく自分の満足のためにギターの練習を延々と続けて、俺はずっとそう思ってたよ。むしろそういう可愛い制服姿のカリアの方が意外というか普段見せない姿だと思うけどな。可愛い、可愛いがいらないんだよな。いやでもまあここで可愛いをつけるところが主人公でもあるよな。これは、ああけど似合ってる、可愛いぞ。星なのバカ、そういうこと言うなら着替えてくる。あのさ、よくさあのハプニングがあった後に可愛い可愛いとか言えるよね。やっぱすごいな、ほんとなかなか言えないわ俺。あのハプニング、なんかそういう意識させるようなことを極力避けようとするもん。普通はな。俺の肩をバシーンと叩いてカリアは店の奥に駆け込んでいく。ちょっと調子に乗りすぎたかな。帰ってきた時にプリプリと怒ってそうかも。けどさっきのキスっぽいことをしてしまう。いやキスだあれは。ぽいことではない。気まずい空気が消えた。いやーもうね、マウストゥーマウスだったもんな、ほっぺとかじゃなくな。こっちの方が俺たちっぽいよな。うん、さてと、それじゃあ練習の準備をするか。俺はベースを取り出し指のストレッチを行う。カリアは不機嫌になったとしてもなんだかんだ言いつつ付き合ってくれるあたり、やっぱり真面目だよな。お前が不真面目なんだ。サノバウィッチ。いやーやっぱハプニングいいですね、ラッキースケベってのはね。素晴らしいですね。あ、星名、おはよう。はい、もう現実ではこんなこと全然起こらない。そしてこの何事もなかったかのような星名おはよう。ありがとうございます。今後意識しまくるんだろうけどな。いやーまあ今回はね編集もあるんだけど、見返しながらちょっと俺もニヤニヤしながらまた自分で一人で若菜さんのボイス再生しようかな。はい、ということでじゃあ次回もお楽しみに。あ、もうチャプター5の1か。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。